皆さんこんにちは。 NVIDIA の藤山優子です。今年の GTC ワールドツアーの最後を飾る GTC ジャパン2017が12月12日13日の2日間にわたって開催されました。今年も4000人を超える大勢の方にご来場いただき、最先端のディープラーニングから HPC、 プロフェッショナルビジュアリゼーション、自動運転などさまざまな技術課題について議論されました。初日にはディープラーニングを学ぶディープラーニングインスティテュートや、さまざまなディープラーニングのフレームワークセッション、世界初の AI スーパーコンピューターである DGX のユーザーミーティング、さらに日本の AI スタートアップ19社が集まったインセプション AI スタートアップサミットが行われました。今年も NVIDIA 創業者兼 CEO のジェンスン・ファンによる基調講演が行われ、美しいレクサス LC をモデルにした未来のデザインラボである NVIDIA ホロデックのデモを初公開しました。さらにプログラマブル推論アクセラレーターである TensorRT を利用した花の画像の推論デモも行い、ボルタ GPU を利用すると CPU と比べて劇的に性能が向上する様子をご紹介しました。日本における AI の現状として、富士通や NTT コミュニケーションのクラウド、さらに三層研の世界最速のスーパーコンピューター ABCI にボルタが採用されることが発表されました。自動運転に関しては、NVIDIA のテクノロジーがスーパーレベル2からロボタクシーに至るスケーラブルでオープンなものであり、ユーザーエクスペリエンスをも向上させる技術であることを示しました。また自律動作マシーンの世界的な広がりの中、研機の世界のリーディングカンパニーである小松が AI コンストラクションのために NVIDIA のテクノロジーを採用することを発表しました。展示ではNVIDIA の自動運転車 BB8 やティア4のマイリー、さまざまなロボットなど合計51社のスポンサー企業の展示がありました。今回最新のテクノロジーを多数ご紹介しましたが、来年もまた日本で GTC を開催し、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。